お疲れちゃんスラットです。今日はですね、なんとね、こちら20章チャレンジをクリアいたしました。よいしょ。ということで、はい、こちらでクリアしたデッキ紹介していきたいと思います。で、前回かな、クララリーグの、20章チャレンジの、おすすめってことで3つデッキを紹介したんですけど、本当にそのデッキで、はい、クリアしました。で、クリアしたデッキがロイですね。はい、1位かな、はい、おすすめ1位ですつって紹介したデッキで結局やって、それで一発でね、はい、クリアできました。で、その挑戦する配信とかも、やったので、そう、ライキさん、ケンツ、麦、あとはケーキ焼き鳥かな、はい、6人で通話しながらね、ワチャワチャしながらやったので、一応生放送のねアーカイブも残ってますんで、ぜひね、チェックしてみてくださいってことで、一発ツモニャということで、一発でね、はい、どっから見えるんだ、一発でクリアしたんですけど、見方がわからない、これだ、はい。さあ、ということで、初見でクリアできちゃう最強ロイということで、まあ履歴はこんな感じなんかな、これ上から20、19、18ってなってますね。多分間に何も余分な試合が入ってないと思うので、まあこの辺か、10勝してからかなっていうので、2敗はしました。はい、で、2敗が1個がこのキョスケホグですね。インフェコカツちゃんと、はい、キョスケホグかな。まあこれ高回転の施設がちょっと大変かなっていうぐらいですかね。まあでも結構強いです。で、マジでこれ、まあ見ながら話すか、20勝目がメガナイトコカツなんですけど、マザネクがね、ガチで強い。まあただのおばさんじゃんってなるんですけども、それが強いねんな、豚がね。そう、まあマザネクは小物系と、あとスケルトンラッシュかに、まあ非常に強いんだけど、まあスケラが結構いるわけですよ。まあ結構って言うとあれですけども、そこそこに、はい、まあ、20勝もあるわけですから、そのうちに言ったら最低でも3回ぐらいは当たるんですよ。で、まあわかんない、多かったら5、6回ぐらい当たってくれるんじゃないかなってなった時に、まあ勝ち確ではないですよ。だからスケラ側もうまいですから、勝ち確ではないですけども、勝率はね、ぐんと上がります。はい、っていう、まず餌がね、はい、散らかってます。で、スケラがいなくても、まあこういうね、小物系の相手にはもうぶっ刺さるので、これ見ていけばね、まあ、分かるんですけど、これ20勝目やんみたいな、大丈夫みたいな、グラチャで2勝目かっつって、はい、ただの神相性の試合になるんでね、ちょっと何とも言えないシーンが続くんですけども、本当にね、相性いいの引ければ強いですし、まあ、相性悪くても、まあスケキン、そしてあとロイジアイの、まあ、片サイドのね、ガッチャンコ攻めもだし、両サイド攻めもマジで強いし、マジでね、なんつったって使いやすいと思うんですよね、このロイは。うん、墓石置いてザッピー出して、まあ、トリトンで引っ張ってカウンターロイみたいな、結構やることがシンプル、支援体力とかと似てると思うので、まあ、そういった面でもすごいおすすめかなと、はい、思います。で、こういうのはしっかり低めで受けて、まあ、相手もね、はい、メガネンドコアツっていうの分かってるので、しかユニット散らしてね、まあ固めてもいいんですけどね、もうこれだけで、これだけのブーでつらいよ。さあ、という感じで、まあこれが20勝目になるのですが、相手も泣いてますね。で、マジで僕がこれ昨日ね、6人で配信しながらやってる時に、まさかの一番乗りだったんですよ。そう、20勝6人でやって、そのメンバーよ、麦とか KK とかいるイカチーメンバーの中で、まあ正直1回ね、どんだけ短くても1時間半ぐらいかかるわけですよ、20勝するっていうのは。そうだから、まあ1回目で20勝できなかったら、もう1回1時間半耐えるのかっていう、この結構ね、精神と時の部屋のような、もう本当に自分との戦いだし、もうメンタルいかれるんですけど、バツつくだけで。そう、僕が結構早めにバツついたんですよ、7の1か7勝で1バツついて、7の1よ、結構来るよね。で、次が13か13の2になって、うわぁ13の2かよっつって、うわぁって思いながら、まあね、やってたわけですよ、頑張って。そしたら、あれ20勝できたんだけどっつうところで、まあ、やっぱ早めの段階で2発つくと結構、まあなんだろう、わざと負けて再スタートやった方がいいとかもありますけど、10勝ぐらいいってるとちょっと諦めずにね、頑張ってもいいんじゃないかなと思いますね、本当に。うん、やっぱ時間も結構使うので、ぶっちゃけ4勝とかでね、2罰とかついたのに、
二次書したいのにね、そこで続けるのはまあ絵目はもったいないかもしれないですけども、ちょっと時間がね、気持ちもったいなくなるんじゃないかなとは思うので、できるだけね10勝無敗ぐらいまで積み上げできると。さあ暑いですけど、相手が甘えたケツメがないとしたので豚パラダイスです。はい、でこの間にキング起動して、余裕を持ってスター5でフィニッシュということで20勝目ですけども、本当にすごいね、神相性でした。これはマジででかいですねという感じで20になって、まあ、このノイとかもなんか3秒ぐらいで決着ついた気がするな。そうロイだね、ロイが圧倒的おすすめだな。なんかマッチングで体感多かったのはなんだろう、枯渇体感ね、体感多かったのは枯渇かなっていうイメージがある。で枯渇にはちょっと対応したデッキでいきたいかもねっていう気がしましたね。さあ、いやまあきついのよ。まあ自分マザニク使ってんだけど、相手のマザニクがね意外と面倒いもんで、これね多分相手ミスったのかな、いやわかんないんですけど、これ相手のこの攻めやっててマジただただ端前でロイトリトンで10個使ってんすよ。だから僕は守ったからこの状況でトントンだけなんですね。相手の10個に対して10個対応してるだけなんで、はい、なんで無料ロイジャイかつ余り物のカウンターで、はい、グッドゲームです。あれなんかラッタズルしたんかっていう、インチキかなりそうじゃないですか。えぐくない、これで2勝、てか18が19になりました。はい、インチキかつあと守って終了。まあ相手のね思考は分かんないですけども、デッキパワーもあるよ、運も引き寄せられる。はい、最強デッキです。で僕が1番で突破して、その後に1周目で突破できたのは僕だけだったんですよ。あ、今焼き鳥がいつも通りすごい遅刻してきたんですけど、すごい遅刻って言っても20分とかじゃなくてマジ90分ぐらいかなマジ遅刻してきてたんで、まあ、ちょっと遅れて参加にはなったんですけど、いやマジで赤い F 見てください。はい、みんなからのね冷たい声がすごいくらい焼き鳥に飛び回ってるんでね。そうで1周目突破できたのは僕だけで、結構やっぱ僕も最後ね神相性引けてクリアできただけなんで、クリアなかなか相性悪いのを引くとねきついところもあるしね、その時のねそう次第ではっていうので、みんな苦戦してて、絶対俺のこのデッキ使った方がいいですよ教えてあげたんですよ。やっぱこう負けるとね、人間負けるとクラロワって、うわ何のデッキ使おうってなるのよ同じデッキ使えばもしかしたら20勝できるかもしれないし、そのデッキは悪いのかもしれないんですけど、一旦ね20勝できなかった時に人間って何のデッキ使おう、何のデッキが強いかな、何がいいやろ俺ってなるんですよみんなこの症状にね陥ってました。はい、でだからもうライキさんとかにもう絶対このロイ強いっすよって言って、そうさっきそうだろライキさんかなって、ライキさんもなんか違うロイ使ってたけどこのマザニクロイ使ってその後で20勝しました。はい、なんと結構苦戦してたんですけど、このロイ使ってピョーンって20勝しましたね。でさらにその後ね、KK だったから KK も結構苦しんでたんですよ。あいつマジでこれはね、ほんで KK の配信を見てほしい、アーカイブを。 KK の顔がねもう見たくない、本当にマジ落ち込むどころの話じゃないよね、落ち込みすぎてる。そうだからその KK にもね、 KK お前マザネクロイ強いぞ使っときっつって、神ロイです使っときっつって使わせて、 KK もなんとはい、もうマザネクロイで20勝です。嘘みたいな本当の話です。はい、ということで、まあ、元プロ3人がこのデッキでクリアしました。はい、6分の3です。はい、このデッキです。しかもみんなこのデッキを使ったらほぼ一発ぐらいで、はい、突破です。
こりゃ強いじゃん話ですよ。さあもう始まりね。今回の相手は施設がないとかクリスリアン、これ多分この前動画でも当たったんですけどめっちゃうまいやつですよ。前期20何位か10何位フィニッシュでベストも10何位か20何位フィニッシュみたいななんですけども、これはハンターに対して5ウッドキャーゲームなので、さあ5ウッド打ってマザネクで豚生産してさあ勝てちゃう。やっぱ序盤に結構でも守るというか耐えるのが大事かもしれないですね。なんか序盤になんかダメージ受けてうわマジかよ追いつけねえやんっていうのが20チャレの結構あるあるなイメージがはいあります。まあバカ高かった。そうでもこのデッキだと本当に序盤耐えれるのでやっぱ負け筋は最初の攻めっすね。なんかいけそうだからなーっつっていくとはい痛い目あります。だから基本的にはもう待ってね。はい来たんでトリトンとスケキンでキング起動かな。まだスケキンがちょっと優秀すぎてこれキング起動できなかったらマジでやばいっすね。持ってない。ただただ700ダメージ受けてるだけでカウンターにも繋がってないんで。で今回の相手がねこれちょっとね嫌だったんですよね。なんか三重視なんですけど三重視ロイホグでしかも5が入ってるっていうちょっとね変わった方だったんですよね。そうしかもスケルトンも入ってて高回転っていうのでこれすごい戦いづらかったんですけど、マジ気合で頑張ってるんで見てください。うんやっぱでもいろんなデッキ当たったな。結局全デッキには1回ずつ当たるぐらいかな20周あると。そうでも昨日から始まって結構突破者も出てると思うので一応ロワイル API っていうサイトでねどんなデッキで20勝されてるかとかは確認できるので、ぜひ調べてみてください。ロワイヤル API。 さあでも今回の相手はエリポンがないのでまあ、30死に対して毎回5ウッドで、まあ、ロイホグとあと30死の片割れとかはユニットで、まあ、頑張ればいいかなっていうのが基本的な立ち回りかなって動いてます。はい。でこれも結局自分から攻めちゃうとハンタープラスのウッドで守られてカウンター食らうだけなんでマジで攻めません。はい。一生潜ってください。引きこもり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 こんにちはっつって、はい、もう蓄えすぎたんだよ、部屋中にもゴミ溜まっちまったんだよ、もうこれ以上引きこもりたくねえっつう時に攻めてください。多分僕ね、こういうこう、後ろからゆっくり、ゆっくり、ゆっくりやるデッキが好きなんですよね。アイビスとか入ってるスケラフリーズとか、まあ、ボーラー関係とか。そう、こういうデッキすごい大好きなの。あー、だよ、お前。ファイブあったやんつって。そういえば。そういえば、ファイブ持っとったやんってね。このファイブがちょっと嫌ですよ。で、ここは相手がファイブを打って、後ろにトリトンがあるので攻めますって。まあ。やりすぎだよ。ファイブはマジでね、負け筋っちゃ負け筋なんでね、本気で。さあ、いや、いいファイブを打ってくんな。で、このスケキンの位置が良くないね。ハンターのね、空振りが入るんで。痛すぎ。まあ、後ろ。後ろじゃねえな。すげえ端前取りかもしれんな、こいつ。俺か。いや、マジ。結構苦しい。三重視のセパがねちょっとうまいっすね。なんかいやらしいっすね。まあでも低め低めでいくでこのファイボがね多分ちょっと美味しいなーっつってここね結構いけるぞーってなってますよね。ここでもう気づいたらこうできるんですよ。本当に今行くしかないやんっていうのができるので、本当そういう時に行くだけ、まあ、どうしてもダメージが通らない相手とかにはまあ無理やりね攻めるとかもあるかもだけど、いやお前取れたの折れてまうやろそれ。微妙だった。そうでちょっとこうイケイケだったらね気持ちイケイケでさコストも使わせて、まあ、ダメージ的にはやや追いつき、まだここでしっかり冷静ね。で三重死には5ウッドですね。はい、ブーはもう適当にザッピー墓石スキンウッドとかで守れるのでこれが美味しかったな。
ね、こんなんもダメージ入らないようなもんなのと思いきや、マスクが強すぎ発狂。いやーこれいけないよなーっていう。相手の高め三振はちょっとうめえんだよな。さあしっかり守ってウッドして宝石か。怖いよーって思いながら、もうこの辺からねハラハラしてフィジカル。さあ E5 を全員に当ててく。早めに5ウッドしてしっかりね低めで。さあこれはもう、ね、ロイホグの警戒をしてますね。ロイホグだけロイホグ入れるとやばいっつって、でここでダメージ計算、ファイボーは絶対タワーだよなっつって、さあしっかりねユニットで守ってファイボーで削って勝っていくっていう。これ結構ね危なかったっすね。マジでうまかったな30し。そうまあでもこれが16勝目ぐらいかなね。でまあペッコーいて、ペッコーとかもまああんま負けるイメージがないですね。さすがに墓石ザッピーもあってバリ方だよ。うん、岡山にバリっていう店あるからね。ラーメンやっぱりレモンラーメンだっけ、見てなんかあって野菜がゴロゴロ入っててうまいんですよ。行ってみてください。岡山駅近くにあります、ラーメン屋バリ。はい、まあ、ということで防衛バリ方なんで、マジ一生同じ、多分対戦相手が何のデッキでも引きこもってます。はい、見れば分かる引きこもりです。でまあ墓石をスキブで使ってる人もまあいるっちゃいるんですけど、まあ墓石でやろうっち。はい、いやスケキン強、まあでもスケキンやっぱスケルトン2体減ったら意外と少ないっすよ。20から18になって18から16になったんですけど、なんかねちょっと寂しい思いがしましたね。これもはい、ありがたいマジョッチですね。こんなんもここでファイブを打つんじゃなくてトリトンで回収することによってこの攻めでもね、はい、トリトンが活躍してくれるんで狙ってましたよっつって、バカダメージを稼いでいくんですけど、いやこの言うのがねちょっとうまいの。あれっつって俺守れねえよっつって、いてー、まあこれは僕の攻めた分なので、まあ、ウッドで許容ですかね。はい、まあ許容というか最低限、まあ基本的にマジアチにはファイボでいいんですけど、まあ今みたいなペッカを出してます、トリトンですぐ釣れる、コストもトントンってなるとマジアチに対してファイボじゃなくトリトンの方が効率がいい、攻めに転換できる。はい、さあってことでこのマジアチをワンチャン狙ってる男がいます。はい、変態トリトンこんにちはつって、いやもうこれが強いよな。はい、元気ですね。でこれ5打つかな、あー打ちました、ね、呪文でまあちょっとずつ削りながら、ちょっとずつね。はい、またマジこの序盤のキング起動もどの相手にも結構徹底した方がいいかもね。できるならトリトンってマジボーラー、バルキリー、ゴースト、メガナイト、まあぶっちゃけペッカとか本当何でもキング起動できるわけですよ。そう、それをするかしないかっていうのはマジで、うわーちょっと相性悪いな37とかを、おお73になるやん、ちゅうトリトンでキング起動できるだけで相性ひっくり返せるようなもんなんでね、ひどくです。はい、であとはもう守るだけです。一生これしてる、ラットのプレイ陰キャかよ。はい、どうも引きこもりです。はい、でも入手できたんだでまあザッピーに5打ったらマザネックが生きるよねって、まあどっちかね残るのが強いんですよ。でこうなってくるとあれなんか余裕あんなっていう時にサスケキンのスキルも使ってロイも行けばいいんですけど、毎回しか警戒してるんでね、なんか余裕がありますよね、うん、でザッピー出してこれファイボーね待ってます。はい、こんにちはって、あれこれマザネク逆行ってんな。さあペッカを使ったからっつってちょっと甘えたロイですけど、まあ言うて相手のペッカは間に合わないんで
ファイブ圏内ハッスル、ゴースがクン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 してる。まあそんな感じかな。マジでどの試合見ても共通しているのはガチで守ってます。はい、防衛してるだけです。でキョロイこれライト系も美味しいよね。ザッピー残るんでね、ザッピーゲーで三重子でしょ。あ、これ三重子エリポンめっちゃ置かれたんだよな、俺の記憶が正しければ。さあ、おっとされていく。でこれゴルナイル相手にはボスギー通常位置の1個上じゃないとタワーに走っちゃうんでお気をつけください。はい、ゴルナイル、まあ HP 加放されましたけど 10%、 まあ痛いけど言うて強い。三重子もちらほらいたな、これ嫌ですよ。いやこれね、あんまり序盤は多分ね、多分っていうかまあ正解、三重子に対しての本当の正解な立ち回りっていうのは序盤の三重子はユニットで守るっていうのが鉄則なんですよ。そうじゃないとエリポンどうにもできなくなっちゃうんだね。序盤から三重子来た、あファイブ打っちゃおうっつって打ってるとエリポンかれて、あはい辛いです。でこれロイで攻めてもエリボーで守られて、はい辛いですってなっちゃうんですよ。そうだから序盤っていうのは別に三重子側も大して形を作れないんで、結局トリトンザッピーマザネクとかスケキンがあれば守れるんですけども、なんとこの日の僕はすごい楽しちゃうんですよね。ファイアボー打っちゃえばいいじゃん、はい。でもそれは悪いファイアボーではなくて、あ俺今日別に三重子守れるしっていう強気の、はい、これもね、ファイブウッドはあんまりよろしくない低めで受ければいい。まあでも俺別に今日回れるしな、はい、強気の楽してるもん今で。で左ウッドかな、でリポン、はい、アドがやばいです。相手にね序盤でアドをプレゼントする男、まあ、まあまあまあ言うてみたいなのがありますよね。こんな、なぜならこのデッキは陸にめちゃ強いバリ方です。はい、相手の陸はね通りませんから、弾守るだけ。さすがにこれマザネクいかねえよなーってビビってました。でこういうのを低め低めで受けるんです。はい、この相手のね高めさんでしやってます。こういうのでダメージをね、ダメージエリクサーのアドですね。はい、序盤取られてたエリアドを回収していって、これ今めっちゃチャンスなんですよ。何がチャンスかって、相手エリババ咲いたんですよ、俺がロイジェ出してねえのに、はい、っていう甘えをしたので、そんな甘えた子は許さない。ママママとビリビリのコネザウルスのコンビによって、はい、折れます。ロイジェイはいりません。ロイジェイアット飾り。さあということで、まあ、三重子みたいな呪文がない相手にはマジで最後の最後に形作ってしまえば終わりですね。はい、マザネクザッピー系が止まんなくてね、スキキンのスキルもぶっ刺さって、まあ、勝ちなので、まあ守っとけやろっちゅう話ですね。まああとは同じような、まあ、スケラーとか、まあ、ペッカー枯渇って感じかな。あ、これやばかったやつだっけ、これなんか俺やばい試合がめっちゃあって、めっちゃでもねえか、これ結構ねやばかった気がする。多分スパーキーかな、なんかスパーキー激ヤバで発狂してた試合がねあった気がするんですよね。さあ枯渇にはスケキンだったりザッピーだったりで、そうこのスパーキーなんかきつくねっつって思ったんですよ。ライトとかじゃないんです。これ墓石は多分同際に合わせたんですけど、これがね良くなかったですね。スパーキーに対しての墓石は多分、まあスパーキーがめっちゃ手に立ったらいいんだけど、奥の方にいるスパーキーこれ残って溜まっちゃうんですよね無限に。そうこれちょっとねもうガチでやばかった気がするな。しかもこれ相手のトルネードうますぎん。でまあスキル使われるからずっととザピー無能やないか、これやばくない？現在のアド10は言い過ぎか、まあ、8アドぐらい。俺これマジで、あしかもこれゴブリンバレル飛んでくるよなって俺もう分かってたの。だからここで
いや、これはファイボで守ってもその後のチョスケハンターってタワーおられるなっつって、マーサニックで守ってください頼むっつって。いや、マジでやばいよね、序盤のこの2戦ダメ。しかも俺この状況ってどうなんだろう、1罰か2罰か覚えてないけど、まあ11勝とかだと思うんで、うわきちーって思いながらガチで発狂っすよ。こんな相手がなんかね、シャシャリ取りにしてくれてる、これでかいな。3ハード回収、うん、多分行くんじゃないですかこれは。そうっすね、で無理はしない、うん、マジで無理はしない、これ大事。俺は700を守るって決意してるので無理だけはしないよ、はい。で、君がミラーコカツなのも知ってるからしっかりファイボで守るよっつって、はい、ファイボ持ってますよ。さあ710を守りたいよっていう、こっからの耐えす。で、多分学んでね、墓石を逆向きに置くと思うんですよね僕。学んでる、スパーキー溜まるの嫌だよっつって。さあ、でもこれが苦しい、これが苦しい、イカチー。さあ、トルネであんまり巻き込まないでと思いながら、うん、まあ、冷静にね、で左打ったかな。で、このやっぱマザネクがスパーキーの受けになってくれるのが熱いっすよね、この豚が。さあ、豚に打たせながらの、これロー行くか、行かない、割り方、いやマジハンターの一発も嫌だっつってる。さあ、このトリトンも結構いい、スパーキーを引っ張りながら、いや結構攻めてんな、マザネク。それでこれロー行くな、これ絶対。さあ、ロー行って、しかも右は許容してる。さあ、スパーキー一発受けたところで結局は左の方がね痛いので、いやーこれマジでタワー巻き込まないね。ファイボを選んだんですけど13ハンターに当たらなかったら痛すぎる。で、これマジでやばい、ゴブリンバレル来るっつって、もう警戒してます。ファイボもウッドもねえって、攻めで使ってもうたらやべえっつって、あ、でもなんか惜しくねえって相手これやってますよね。うわーマジで777だよ、大当たりだよマジで、降ってきちゃうよ空から、ゴッとく降ってきちゃう。さあ、いや耐える、マジ僕こうなったらウッドファイボを、まあ、ゴブリンバレルに徹底しとけば負けないわけですよ多分多分、まあ、でもさすがにあれにはファイボしてよなと思って、もうマジであのやべえ、オプトの許容。いやでもロイが、俺がロイが攻めて、ロイ攻めて、いけ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 、いやー一発も入らない、いやこれやばいよな、ダメージこれどうしようってなってんな俺今。でさ、悩んでタイブレイクもあるのでファイブを打ってしまう男で、ファイブ打ったからゴブリンバレルだけっつって、ゴブリンバレルだけ入れるんだ、タワーを突っ込め、お前らって、これウッドファイブ防衛で使って大丈夫って思いながら、オープンでー、この前もちょっとなんか遅かったよね。さあ、ということで相手はね、攻め呪文も取るのしかないので、スーパー大逆転マンってことで、いや、この粘りがね、やっぱ結構大事っすよね。序盤のダメージ、本当にね、取り返すのしんどいんでね。まあ、そんな感じかな、マッチングは。だと思いやす。はい。ということで、皆さんもぜひね、この、ママロイ、使って20勝ね、ぜひ頑張ってください。報酬も豪華なんでね。しかもバッジがもらえるんだっけ、なんかもらえるっすよね多分。これか2022年、今って2022年だと思うので、はい、もらえますのでぜひねチャレンジしてみてください。ということで、よければちゃんと高評価お願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。